んこんにちは。私映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。本日紹介したい作品は今年度ナンバーワン大傑作かつ大問題作のこちらの作品、そう、日本で一番悪い奴らでございます。この映画がねめちゃくちゃ面白かった。いや面白いっていうかね、これはやばいです。やばい映画でございます。そして間違いなく綾野剛さんの新たな代表作になることでしょう。日本で一番悪い奴ら、これどういう映画なのか簡単に説明すると、一人の警察官が正義のために悪になるっていう。何度かどうけ、おいおい綾野さん急にどうしちまったんだっていうね。悪い先輩刑事、そして暴力団幹部、薬の運び屋、盗難車のバイヤー、みんな揃ってレッツ犯罪。お前ら一体何をした。一人の警察官のクレイジーな反省を描いたこちらの作品。この映画が何よりヤバいのはね、これが実話だってことだよね。まあ衝撃的なラストが皆さんを待っています。痛快爽快エンタメ映画、日本で一番悪いやつだ。6月25日全国ロードショーでございます。